こんにちは、漫画家の山口静香です。今回はフンヨンキャンバス13の接続からドライバーインストール、アプリケーションの設定、クリスタとのショートカットキーの設定まで説明していきたいと思います。ちょっと私もまだ勉強中なので完璧ではないのかもしれないですけど、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。でフンヨンキャンバス13って何だろうっていう方は、前にご紹介動画を上げておりますので、そちらを先に見ていただけたらと思います。ではスタート。はい、じゃあ早速接続していきましょう。今回の接続のポイントは、なんといってもコンセントの電源供給が必要ないっていうところですね。なので本当にパソコンと液晶タブレットをつなぐだけで接続することができます。液晶タブレットにつなぐ方はこちらの USB-C1 本で、パソコンにつなぐ方は3本種類がございます。 HDMI を入力するものが MacBook の方にないので、こういった変換を使います。 MacBook に挿す方と HDMI を挿す方、こういったものを用意して、まずは HDMI をこっちに挿します。で、この USB の方は片方このペンのようと、こっちが電源を供給するようですね。私のパソコンだとこっち側とこっち側2箇所の USB 挿すとこがありまして、まだギリギリこっちとこっちに両方挿すこともできるんですけど、まあ、こうちょっと突っ張ってるわけですね。で、そんな時に使われるのが、これも付属品として付いてくるからすごいですね。これが、なんと、この USB を延長コードになりますので、で、これ電源アダプターで使える方なので、こっち、これをこっちに挿しまして、こっちが余裕を持って、電源の方にも接続できるということになります。なのでハブを持ってる方は、電源供給ができるハブがあれば、特にこの延長コードを使わずにこっちと接続して、こっちも接続してってつけば、まとめて挿すことも可能です。はい、じゃあ次はオプションで購入することができる USB Type-C から USB Type-C への接続方法を説明したいと思います。液晶タブレットの方は、まず横に2つポートがあるんですけど、通常の USB-C の方はこっちの上のポートの方だったんですけど、今回は下の方ですね、一回りちょっと大きい方に接続します。そしてもう片方の方を、ね、MacBook の USB-C のポートの方に挿します。まあ、どこでも大丈夫です。これで USB-C から USB-C への接続は完了です。はい、じゃあまずはドライバーをインストールしていきましょう。付属されていたドライバーのインストールの URL を打ち込んでも問題ないんですけど、まあ、簡単にフンヨンダウンロードとかでもすぐダウンロードドライバーが出てきますので、ここからインストールします。型番で検索してもいいですし、結構割と最近のものなのですぐ出てきます。キャンバス13、私は Mac なので Mac の、ドライバー、ね、2種類あるんですけど、最新版をこれをダウンロードで、ダウンロードは数分かかるかもしれないんでちょっとお待ちください。でね、無事ダウンロードされてるので、これをダブルタップで、 Mac はもう簡単にこっからこっちにクリック&ドロップするだけで、アプリケーションの中にフンヨンタブレットが現れます。じゃあ早速アプリケーションの設定をしていきましょう。まずここアプリケーション開いて、左下未接続ってなっていると接続できていないってことになるので、もう一回抜き差ししてちゃんと接続済みになるようにしてみてください。で、次に一番最初にやるのが作業領域の変更です。作業領域はデフォルトでは画面1になってるんですけど、これを画面2に液晶タブレットがあるんで設定します。回転設定が180度に設定すると左利きの方が書くことができるようになります。これ左利きの人は設定してみてください。で、次にペンもボタンがペンの方に2つついてるんでショートカットキーになります。次に筆圧感度設定をしていきます。画面を液晶タブレットの方に持っていって、こう圧力テストのとこで書きながら、なんか違うなーって思ったらこう変えていくんですけど、まあ、正直私はあまりよくわからないんで最初はそのまま使っちゃいます。書いてるうちに硬い方がいいなー、柔らかい方がいいなーっていうのがあると思うんで、まあ、こだわるようになったらここ変えてみるんでいいかなと思います。ショートカットキーの説明です。ショートカットキーはわかりやすく本体と同じように並んでるので上から設定していきます。そのままの設定でもいいと思うんですけど、これとクリップスタジオの方のショートカットキーを連動しないと
クリスタでは使うことができないんで、ここを連動させるために私は分かりやすくここを 1,2,3,4,5 って変更していきたいと思います。で、変更の仕方はボタンここ選択してから白い枠をタップで、複合キー機能 1,2,3,4,5 って設定していくので、複合キー機能のまず B に設定されている文字列を削除して、ここを選択してから1にします。で、そんな感じで他も変えていきます。で、ここ2つせっかくなんで違う機能入れてみようかなと思います。ここの複合キーじゃなくてマウスボタンの後方前方スクロールにしてみたいと思います。で、1,2,3 と前方後方 4,5,6 で適用で、これでアプリケーションの設定はおしまいです。はい、じゃあクリップスタジオの方もショートカットキーの設定をしていきます。自分の使いたいショートカットを設定すればいいんですけど、私普段使ってるのがこのペンとか消しゴムに設定してるんで、そこを変えていきます。ここをね、ダブルタップして設定したい。この1番にさっき設定したんで、1番をペンにして、ショートカットキーとして使いたいところにどんどん使ってください。で、ツール以外にもね、戻るとかのボタンも設定できるんで、で、メインメニューのこの取り消しとかやり直しは何個も設定できるんで、いつもの設定変えないでそのまま追加できます。6番はじゃあもう何がいいかなって悩んだ時は、まあ、書いてるうちにこれショートカット欲しいってなってくるんで、もう何も設定しなくてもとりあえず使いたいやつだけ設定しちゃいます。見た目では分かんないんですけど、これでショートカットキーは設定できました。はい、じゃあ早速設定できているか試してみましょう。ここをペンに設定しました。ペンになってますね。消しゴムになってます。で、ここが前方後方スクロールなんで、おそらく拡大縮小になります。あ、そうですね、前方スクロールすると拡大縮小で、ちょっと書いてみたいと思います。はい、ユニコーンピエン、液晶タブレットの画面の色だったり明るさだったりの設定はマニュアルに入っている OSD 機能っていうショートカットキーを使って設定をしていきます。まずこのちょっと形の違う4番5番のボタンを3秒間押すことでメニューが表示されます。このメニューから設定をしていくことになります。これが移動ですね。こっちに移動していきます。で、選択は3番目のボタンで、また選択肢があるんで選択する。上から丸の中だと4番目5番目でこう明るさを設定していきます。ここの設定に関しては結構好みになるか、もしくはパソコンの設定と全然違うよって方はそっちに合わせるかだったりだと思うんですけど、なんと MacBook の新たな機能なのか分かんないんですけど、違う設定を発見しまして、液晶タブレットの方が発色がいいな、彩度が高いなと思ってたんですけど、それはなんと MacBook の方で設定が変更できたようで、 MacBook だとこのディスプレイで、この通常のメニューの方は MacBook の方の画面の色の設定なんですけど、
こっち側にちょこんと出てくる、この多分キャンバス13を接続している状態で出てくるメニューなんですけど、これが今キャンバス13の設定になるんですね。なんでちょっと色味が MacBook の方と違って見えるんですけど、 MacBook と統一するには同じのを選択すればいいだけなので、これを選択すれば MacBook と同じ色の設定にすることができました。でこの明るさに関してはこのディスプレイを使ったら MacBook の方しか反映されないので、それはこのメニューで変えていきましょう。私ちょっと暗いのが好きなんですけど、 iPhone に送った時に暗くなってもあれなんで、今すぐ消えちゃったんですけど、この OSD のメニューが出てくる長さもこのアダーのとこで変えることができます。選択してメニューが表示されてるタイム10秒しかないんですけど、ここを20秒にしたりとかできます。こんな感じで OSD 機能は使ってください。もしかしたら説明不足のところもあるかもしれませんが、以上で説明は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。